続いて一人の恋人床屋のバジルがギター片手に現れます。この二人好き同士のくせにしばらくは恋の駆け引き、仲いながらもそれ相応の手練手管を浪します。好きだの嫌いだのは古今東西同じと見えます。続いてバジルは花売りの娘たちと踊ります。